こんにちは、マスミです。本日は、チャット GPT で Pandas のデータフレームを操作する方法を解説します。本動画では、ラングチェーンというライブラリを用いていくため、もしもラングチェーンについてまだ知らない方は、こちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。まず今回のゴールとシステム設計を説明します。今回のゴールはチャット GPT を使ったデータフレーム操作を実現することです。システム設計としてはプロンプトが入ってきたらチャット GPT により指定のデータフレームに対する必要な Pandas コマンドを生成し必要な操作を行うという流れになります。実装方法としては LangChain というライブラリを用いて Python というプログラミング言語で実装していきます。より具体的には LangChain の中の Agents という機能を利用していきます。エージェンツとはプロンプトの内容に応じてツールを使い分けて自動で解放を生成してくれる機能です。 Pandas のコマンド生成から実行までを順番に行ってくれてかなり自動化の効果があります。ここから Python を用いた実装方法を解説します。まず環境構築として LangChain を用いるため pip インストール LangChain をしましょう。そしてこれ以降の説明では OpenAI のモデルを用いるため pip インストール OpenAI をした後に API キーを設定していきます。ご自身で発行した API キーをこのダブルクォーテーションの中に入れて実行してください。もしも API の発行方法をまだ知らない方は以前解説したこちらの動画を参考にしてみてください。これで環境構築は完了です。ここから具体的な実装方法を説明します。まずサンプルのデータフレームを作成していきます。今回は名前と年齢を格納したこちらのデータフレームを作成します。そしてこのデータフレームと LLM のモデルを Create Pandas Data Frame Agent というモジュールに渡して実行していきます。今回は佐藤さんの年齢はとユーザーの平均年齢はという質問を実行してみましょう。するとすごいことにプロンプトから LLM がデータフレームの実行コマンドを生成し佐藤さんの年齢は20歳ですと正しい答えを返してくれました。平均年齢に関しても同様に Pandas のコマンドを生成し平均年齢は30歳ですと正しい答えを返してくれました。次に佐藤さんのところを漢字ではなくひらがなにして表記揺れを起こしてみましょう。そうすると驚くことに LLM は漢字の佐藤さんとひらがなの佐藤さんが同一人物だと推定して Pandas のコマンドを生成し佐藤さんの年齢は20歳ですと正しい回答を返してくれました。最後にここまで解説した ChatGPT で Pandas のデータフレーム操作をするプログラムを Web アプリケーションに落とし込むとこのような強化版 ChatGPT のようなものが作れます。ここでは Excel のファイルを読み込みその Excel に対して質問ができるアプリケーションを作りました。 ChatGPT と LangChain を用いた Web アプリ開発をしてみたい方は以前解説したこちらの動画を参考にしてみてください。以上、本日はチャット GPT で Pandas のデータフレーム操作をする方法を解説しました。もっと学びたいという方は、この動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。また、チャット GPT の仕事の相談をしたい方や、チャット GPT の仕事に携わりたいフリーランスエンジニアの方は、概要欄にあるメールアドレスよりご連絡ください。ではまた。